はい、皆様こんにちは。今日は豚こま切れ肉のとろとろ丼を作りたいと思います。材料は豚のこま切れ肉、長芋、卵、お酒、少々の油、以上です。まずは長芋の皮をむきます。だいたい7センチぐらいの長さでよろしいと思います。きれいに皮を落としてください。長芋をすっていきます。長芋をすっている間にフライパンを温めておきます。長芋をすりおろしましたら小鉢に移して取っておきます。次に油を引いて豚肉を炒めていきます。だいたい 120g ぐらいです。全体に火が通るまでじっくりと炒めてください。お酒も入れます。塩コショウも忘れずに振ってください。味が濃いめの方は焼肉のタレを少し多めに振ると美味しく召し上がれます。焼肉のタレを回したらもう一度軽く炒めて、盛り付けたご飯の上に豚肉を汁ごと乗せていきます。山芋が流れないように豚にくぼみをつけて、先ほどすりおろした長芋を乗せます。次に卵の卵黄だけを取り出して長芋の真ん中にのせます。最後に青みを飾って、はい、以上で出来上がりです。豚のとろとろ丼の出来上がりです。美味しいです。